法則があるんです。これ有馬って結局そういう世界なんですよ。なるほど。木村さん、なんか自分の年収がこう決まってしまう、なんか法則みたいなのってなんかあるって聞いたんですけれども。あるんですよ、法則があるんです。はい、これでも法則だけじゃなくてね、はい、実際見てると、はい、その通りです。私もそうだと思います。聞きたいですか？聞きたいです。聞きたいですか？気になります。ですよね。引っ張りますね。ね、何かというと。はい。もう結論から言いましょうか。結構シンプルです。はい、それはですね、自分の年収っていうのはですね、親しくしている周りのね、はい、5人の友人、知人の平均を取れば自分の年収になります。わかりました。これピンとくればもうすぐなんですけど、はい、結局付き合ってる人たちって仲良くしてる人たちってやっぱ考え方が行動パターン一緒なんですよ。はい、なるほど。だから結局年収も同じになりますよ。これたまたま例えば年収が高くなったっていうわけではないわけなんですよね。そうですね。しっかりと考え方が土台になって初めて豊かになってるっていうことですね。そうですそうです。はい。例えば年収500万の人たちと一緒に、まあこれ結構例えば典型的なサラリーマンがだと思うんですよ。きっとやっぱり会社の人たちと多くね付き合ってるでしょ。はいはいはい。当然1日8時間とか10時間とかは当然業務時間もそうだし、終わってからもとか。はい。まあ言っては土日もやればバーベキューだとか、はい、ね、運動会とか社員旅行今あんまりないかな分かんないけど、すごい多くの時間べったりしてるじゃないですか。はい、そうすると平均値ですよ、自分の収入。なるほど。だからサラリーマンって結局そういう世界なんですよ。なるほどなるほど。サラリーマンは典型的ですよね。周りのね、付き合う人はもう限られてしまいますからね。限られてるでしょ。はい。いやサラリーマンでももしですよ。はいはい、いやいや自分の一番多くの時間を割いている人たちは年収1億の人たちだって言うんだったら、はい、サラリーマンの業務時間以上に付き合っていれば、はい、1億可能性は十分高いです。なるほどです、なるほどです。本当です。じゃあこれ結論はつまりは年収を上げたければ、これね実はねつるみの法則って呼んでるんですけど、はい、つるんでる人たちっていうね。つるみって言いませんかね。つるむって言いますよね。このことは実はつるみの法則っていうのは私たちの間では有名なんですけど、つるんでる人たちと一緒になるのでつるみを変えろって言ったりします。なるほど。年収上げたいんだったら上げてる人たちとつるめって話です。もっときれいな言葉で言うとそういう人たちとお付き合いしなさい、そういう環境にいなさいって話です。すごくシンプルですね。シンプルですね。まあいなさいって言ったってこうやってはダメだから、はい、接してね、はい、本当に考え方、態度、はい、マナー、行動パターン、はい、あとその人たちの人脈も自分の人脈になってもらうように。そうすればね、おのずから仕事のやり方、あと何を仕事をするのかとか、何に投資するのか、どんな資産形成してるのか、将来に向けて何をやってるのか、はい、どこから勉強してるのか、はい、全部一緒になってくるのでおのずから上がっていきます。なるほど。私もそうでしたから、私も前会社員で当然もう会社べったりでしたから、もう平均年収と同じでしたよ。なるほどなるほど。でも人を変えたら変わってきました、はい、私もう経験してるんで、はい、分かります。これ見てる方ですよ、見てる方、はいいやとは言っても、どうやって変えればいいんだって思ってる方も多いと思うんですよ。まあ、実際今はサラリーマンで、日々会社に行ってお仕事されてる方、まあ、急に変えようって言ってもこう糸口がまずなかなか見つからないっていう方いらっしゃると思うんですけれども、まず何をすればいいですか？まずどこからかですよね。はい、まず本当に身近なところの環境から変えることと、あとやっぱマインドを変えるというのですね。はい、でそれについてはちょっと長くなるんで、ね、で私のね LINE アットの方で、はいこういうことについては結構発信しているので、ぜひそこで勉強されてみたらいいと思います。気になりますね。はい。ぜひ。はい。はい。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではこれからの時代、会社に頼らず経済的自由を得て、あなたの理想とする人生を送るための方法を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。